はい、こんにちは。 AI コーディネーターの清水です。今日はですね、ヨーロ V7 で骨格検出ができるということで、そちらを試していきたいなと思ってます。前回まではですね、ヨーロを、推論するところとですね、実際学習するところのそれぞれ動画を1本ずつ、アップさせていただいたんですけれども、初めて使うって方はですね、まずそっちの方やっていただけるといいかなと思います。で、今日は、骨格検出、ポーズエスティメーションというものが、ヨーロ V7 でできるようになったということで、早速そちらをですね、実行していきたいなと思います。はい、Google でヨーロ V7 と検索してもらえばですね、トップに、GitHub、ヨーロ V7 の GitHub のリポジトリ見つかりますんで、こちらを使っていきたいなと思います。はい、で今日やるのは繰り返しになりますが、下の方にあるこのポーズエスティメーション、骨格検出ですね、ご丁寧に、こんな感じで、モデルも、リンクが貼ってありますし、こんな感じですね、ソースコードまで、ご丁寧にご紹介してあるので、ちょっとこちらの方をですね、やっていきたいなと。で、今これ表示しているのは画像による検出になるんですけれども、この動画ではですね、実際に、リアルタイムで、映像からできるやり方とですね、あとはその動画でやり方をですね、ちょっとご紹介していきたいなと思います。はい、では早速ですね、このリポジトリを、Git クローンしていきたいなと思いますので、コピーしてですね、はい、実際にコマンドターミナルからですね、Git クローンしていきましょう。お、なんだ、ちょっとおかしなことになってるので、もう一回しっかりとコピーして CLONEA で、貼り付け。はい、こちらの Git クローンはですね、すぐ終わるかと思います。で、Git クローンできたらですね、こんな形でリポジトリ、が、フォルダにダウンロードされると思うので、ここからやっていきたいなと思うんですけれども、まずちょっと環境の方をですね、私は、専用な環境を作っているので、そちらの方に行って起動して、ディレクトリを、ヨーロ V7 に移動しましたと。で、学習モデルはですね、ここクリックしてもらうと、もう即座にこんな感じでダウンロード始まりますので、こちらを使っていきたいなと思います。あと5秒でダウンロードできたらですね、ダウンロードフォルダに、落ちると思うので、これですね、これを実際に切り取ってですね、先ほど Git クローンしたリポジトリに貼り付けていきましょう。ヨーロ V7 の直下に置いていただければかと思います。はい、じゃあこちらでですね、実際にソースコードを作っていくことになるんですけど、まあ、ソースコードすでにあるというか、サンプルであるものを使っていきますから、適当に、そうですね、pose.py という名前を作って、先ほどのこちらのソースコードをですね、使っていきたいなと思うので、Google コラボタ、コラボタル、Google コラボタリ、ん ?Google コラボラトリーで、使えると思うんですけど、まあ、私は結構ローカルでやるのが好きな人なので、まあ、これそのまんま、丸々、あれこれセグマンテックセグメンテーションでしたね。あれ、私今落としたのどれで落としましたっけ。あ、ポーズをしてますね。こっちで失礼しました。こちらですね。コラボラトリーやってもいいんですけど、私はこれをコピーしてですね。はい、こちらのソースコードに貼り付けていきましょう。で、基本的にな、これはちょっとコラボラトリー用なので、ノートブック用なのでコメントアウトするとしてですね。ちょっと試しにこれで、person.jpg っていうファイルを使うことになってますから、ですね、ちょっと適当に画像を、準備したいなと思うんですけど、人の
ファイル画像をちょっと準備するので、そうですね、こちらにですね、この、サムライの写真をですね、実際にこれで骨格検出してみたいなと思います。で、ソースコードはもうこれ作りましたから、セーブしてですね、早速コマンドで動かしていきたいんですけど、 Python の、pose.py で、これで動かないので、なんでかなっていうと、プロットショーは当然ローカルで使う命令ではないので、ですね、ここは cv2.imshow のまあウィンドウの名前はポーズで、これがおそらく表示する映像になるでしょうから、これを出しますと。で、CV2 のウェイトキーカッコでやるとおそらく出ると思います。はい、こちら側に出たんですが、このままですとちょっとなんか色が若干グレースケールっぽくなってしまっているので、元の画像はこれですね。まあ骨格検出この通りできているんで、ヨーロ V7 でも簡単にできることがわかるかと思いますが、ちょっと色がおかしいので、ですね、直していきたいなと思います。まあここですね、これをこの42行目をですね、RGB から BGR に変えるっていう命令文になってるので、これまあまたちょっと戻してあげましょう。 RGB に、戻していただければですね、簡単に今度はカラーでこの通り出ますね。はい、ちょっと元の画像よりちっちゃく出てしまうのは、画像サイズをですね、指定しているところがあって、これ960、元のサイズはこれ1600なので1600にしていただいてですね、で、推論すると同じ画像サイズで推論骨格検出できるかと思います。こんな感じでですね、はい、これで、ヨーロ V7 使って簡単に骨格検出ができることが分かったかと思います。なんでこれはまあすごいですね。昔はそのオープンポーズはオープンポーズで、それ専用の、オープンソースでやったもんなんですけど、まあ、今はヨーロ V7 でもできてしまうということで、非常に何でも簡単にできる時代が来たなという感じでございます。で、今度はですね、私は動画が好きなので、動画でやっていきたいんですが、基本的にですね、自分で一から作らなくても大抵検索すればもう動画のスクリプト作ってるような方がいらっしゃるので、まあ、例えばこうやって検索するとですね、こちらのサイトをちょっと参考させていただきたいんですけど、こんな感じでですね、動画でテストっていうことをご紹介してくださってる方がいるので、まあ、これを使っていけば簡単に動画でもできるかなと。でですね、こちらのソースコードをちょっとお借りしたいんですけど、一個一個、ちょっとコピーして作っていきたいなと思います。ちょっとこのロジックはですね、もう消してしまいましょう。消して、はい、これは、コピー一個一個コピーしていけばですね、簡単にできるかなと思いますので、コピーしていきましょう。はい、ここまでですかね。ここまでコピーしたら、ちょっとソースコードを眺めていきたいんですけど、一応ビデオファイル、
が指定があって出力するビデオファイル名が出てるので、まあ、基本ここを直せばですね、まあ、動くのかなという感じはしますので、ちょっと YOLO V7 ディレクトリ直下に置きたいので、あ、そっか、まあなんかパーソン .mp4 のポーズ mp4、 出力が mp4 という形でですね、ちょっとやっていきたいなと思うんですけど、はい、そこで今度動画を準備するんですが、基本的に動画はですねフリーサイトから引っ張ってきてもらえればいくらでもあるんですけど、ちょっと僕は個人で持ってる、まあそれもフリーサイトとから落としてきたものなんですが、適当に人が映ってる動画をですね、はい、ちょっと準備したいなと思いますが、ちょうどこれがいいかな。このなんか山の上というか、崖の上でこんな形で、ポーズ撮ってる方の動画をちょっと使っていきたいなと思います。名前がパーソンなのでパーソンにしてですね、じゃあ早速ですねこれを動かしていきましょう。スクリプトは、python.py の、pose.py なんで pose.py でそのまんま何も考えずに動かしますが、おっと何やらエラーになりましたね。何かな、ちょっとこれだけだと何が原因なのかパッと分かりづらいんですけど、パーソン .py、 パーソン .mp4、 パーソン .mp4、 あ、綴りがおかしい。結構こういうのってハマったりするんですよね。これで動くんじゃないかなと思います。はい、こちらもですね、まあ、バックグラウンドで動くような形になっているので、実際に全部推論が終わってから動画が生成されるものなんだと思います。で、ですね、これやっぱりリアルタイムでこういうの見ていきたいので、これもですねどっかで IM ショーを入れて、ちょっと見ていきたいなと思うんですけど、 IM ショーを入れるところはですね、ライトをしてるところがこの辺にあるので、この手前に IM ショーを入れていけばできるかなと思います。ちょっと入れてみましょうかね。CV2 の .IM ショーカッコ、ポーズ、ファイル名は NIMG と。で、CV2 の、何でしたっけ、ウェイト、ウェイトキーカッコ、まあ1とかにしましょうかね、あ、10とかにしましょうかね。はい、まあ、こんな形で出ると思いますが、まあ、ちょっと動画出力されたものを確認してみましょう。ポーズ .mp4 これですね。はい、こんな感じで動画で、出力されてるかと思います。ちょっと他のやつで試してみましょうかね。そうだな、もう一つ別の動画があるので、リアルタイムで見るものは別の動画にしてみましょう。ちょっと置き換えちゃってよくて、今度はこの女性の動いている、まさに骨格検査するには非常にやりがいがあるというか、動かしがいがある動画なんですけれども、まあ、こちらをですね、先ほど IM ショーを追加したので実行してみたいなと思います。そうですね、こんな形でちょっとスピード遅いですが、あ、遅いのはあれか、ちょっとこれ直しもちょっと止めますね。 IM ウェイトキーを10にしてるからですね、これ。これちょっと直してもう一回キックしてみましょう。あ、関係ない、関係なかった。
ちょっと時間かかりますね。まあ、こんな形でですね、骨格検出ができます。非常に簡単にできるので、まあいろんなところで活用できそうな気はしますね。はい。で今度はリアルタイム、今のはちょっと動画の、まあ、リアルタイムというかその動画から映像を見ながら骨格検出する姿を見れると思うんですけど、ちょっとこれリアルタイム、ウェブカメラでやるところをちょっと調べてみましょうかね。基本的にビデオキャプチャーになってるので、まあ、これゼロにすれば、単純にウェブカメラからオープンポーズできると思います。あ、こんな感じでできますね。おーおーおー、ちょっと体がちっちゃいからあれかな。まあこんな形で動くので、はい。非常に簡単に、あ、ごめんなさい、今あれですね。映像が見れてなかったですね。失礼しました。はい、こんな感じで、どうでしょう。ちょっともうちょっと全体が映んないと、体の部分まで出なさそうですが、まあ、目とか鼻とか、しっかりとこう認識できるようになっているかなということで、はい、非常に簡単に、ポーズエスティメーションを使えることがこれで分かったかと思います。はい、まあ、最近のこのヨーロ V7 すごいですよね。しかしあのこんな形で簡単にあのオープンポーズできたりしますんで、はい、そのご紹介になりました。次回はですね、セグメンテーションまでできるという、もう何でもできる感じなんですけど、こちらのセグメンテーションについてもですね、紹介していきたいなと思いますんで、ぜひですね、動画アップした時には見ていただけたらなと思います。はい、本日はどうもありがとうございました。AI コーディネーターの清水でした。以上です。